フジテレビの銀玉寿司、青山幸男さんが都知事に当選して、赤塚不二夫さんがこれでいいのだと言ってから多分早くも2年、その青島都知事がこれはダメなのだと言って都市博が中止になってから早くも2年、その都市博のために東京湾を埋め立てて作った臨海副都心とかいうあの広大な一帯はその後どうなったのか、その都市博を見に行く人たちの交通機関として作ったゆりかもめとかいう運転士のいない電車はその後どうなったのか、当然無用の長物ということになって、ゆりかもめの中で閑古鳥が鳴いているということになっているはずなのだが、どんな風に鳴いているのか、どうもなんだか気になってはいるのだが、どうもなんだかもう一つ踏ん切りがつかないで決行できないでいることってよくあるが、このどうなっているのか問題もその一つだった。そうしたらその一帯にフジテレビが本社ビルを建て、つい最近移転して、その周辺はにわかに騒がしくなってきたということになった。こうなってくるとどうもなんだかこうしちゃいられない、ようやく重い腰をえいやっと上げて行ってまいりました。いやもうどうもなんだかあの辺一帯は大変なことになっておりました。この辺一帯には誰が名付けたのか知らないが、いつの間にかレインボータウンとかいう名前がついていて、いつの間にか都内有数の観光スポットになっていたのだった。今年のゴールデンウィークには、なんと95万人がここめがけて押し寄せてきたという。昨年が73万人というから、じわじわと増えていって、今では閑古鳥が約100万。閑古鳥というものは、たった1羽で鳴いているところに風情があるのだが、その大群ということになるとどういうことになるのか。その閑古鳥の大群がゆりかもめというかもめに乗り込んでひしめいているという、なんだかわけのわからない状況になっているというのだ。みんな何しにそこへ行くのか。まずお台場海浜公園、人工砂浜があって、一応海水浴場風に仕立ててあるらしい。港区に砂浜、一体どげんこつなっとるとね、と人々は見に行く。あの変な銀の玉が乗っかったフジテレビ、丹下健三さんのお作だそうだが、いつまでたっても工事の途中のような、あんまり変なので建ててる人たちが嫌になっちゃって途中で工事をやめちゃったような、ビル建設中に天から銀の玉が落っこってきて骨組みに引っかかったので、さてどうしたものか、いまだに対策が見つからないような、いずれにしても途中で中止という景観をなしているあのビルは、一体どげんこつなっとるとね、と人々は見に行く。この他にも船の科学館とか国際展示場とか日光ホテルとか目玉はいろいろあるのだが、とりあえず気になるのはあの銀の玉。あの玉は一体何なのか。あの玉の中はどうなっているのか。テレビや写真で見た限りでは 2LDK ぐらいの広さはあるようだが、どのぐらい広いのか。 JR の新橋駅の脇にゆりかもめの出発駅があって、ウィークデーだというのに切符を買う客の長蛇の列、ハンドマイクを持った店員がこっちへ並べ、そっちは通るなと声を枯らしている。ゆりかもめは羽田へ行くモノレールより幅が狭く、全体も小さく、ラッシュアワーのぎゅうぎゅう詰め状態。日曜祝日などは2、3台見送らないと乗れないという。新橋駅を出発して3駅を通過し、レインボーブリッジを渡り切ったところが海浜公園とフジテレビがある
お台場海浜公園駅。駅を出てちょっと歩くともう海で、幅約20メートルほどのささやかな砂浜がついている。 1DK にバス、トイレもついてますという付き方だ。一応ささやかながら潮風が吹いてきて、一応波なんかもささやかに打ち寄せてくる。残念ながらこの海には沖がなく、対岸全域にビルが林立している。砂浜を5、6分歩いたところがフジテレビ。普通テレビ局というところはガードマンが大勢ガードしていて、一般人来るな方針をとっているが、ここフジテレビはおいで方針をとっていて、見学者コースができている。コースに従って銀玉に向かう。銀の玉のあるところはビルの25階の高さに相当する。恐ろしく高いところにあるのだ。玉の中は2階建てになっていて、上の階が展望台、下の階が中華と和食のレストランになっている。展望台の広さは体育館ほどではないが相当の広さで、バスケットは無理だがドッジボールなら OK といったところだろうか。玉の直径32メートル、下の階のレストランシノア四季は83席。ラーメン餃子の店ではなく、フカヒレ北京ダックの高級店だ。その一角にカウンターだけの寿司店があり、こちらも高級感にあふれている。小肌とアジとイカとアナゴとビールを1本だけ飲んで退散。あの宙吊りの銀の玉の中で、よくもまあ寿司なんか食べてきたものだというのが帰ってきてからの感慨。今回はどうもなんだか食い物の話が出てこなくて、どうもなんだかすみません。